参考は、日光産業が保有する機銃気船。海軍小発注の300トン機銃気船、交渉3324号であるとされる。船体は、黒色の長方形の平底である台船の上に、灰色のトラス構造の等型船海部が、船首寄りに据え付けられ、さらにその上に、紅白色に塗られた鳥のくちばしのようなトラス構造の、地部がそびえている。 これは造船所において、大型船が浸水後に、港の中で行う二層工事の際に横付けして、橋家が運んできた、原動機や観光等の兵装を取り付けるのに適した構造となっている。1922年5月30日に、三菱重工業神戸造船所で起港、同年12月6日に、浸水、1923年7月10日に、竣工した。 機重機部分は1921年頃にイギリスのコーアンズシャルドン社で製作されたものを輸入したものである。建造にあたって大船部を先に建造して浸水させた後に輸入された機重機部分を同所の60トン釣り機重機船が釣り上げして組み上げられた。建造当時は世界最大の機重機船だった。建造時の釣り上げ能力は 最大350トンまで可能だったが、新聞等では区切りの良い数字の300トングレーンまたは300トン海上機重機等とする呼び方をされることが多かった。主に呉海軍交渉で使用された。ヤマトの建造の際はウインチの増設、ジブの延長などの改造を受け、手記や走行板の据え付けを行った。敗戦後は、 広島県を中心に戦没した艦船のサルベージや解体作業に関わった後、1952年からは、三菱重工業広島製作所で使用された。三菱へ来てから、蒸気機関から来年機関への乾燥、自力航行能力の撤去、事部の再延長、船員居住区の設置、空中障害標識による、紅白塗装化等の大幅な改装が行われている。 2020年現在の時点で、広島港を中心とする瀬戸内海において、造船、海洋土木、港湾機械の解体等の様々な2役や、喧嘩作業に使用されている現役で稼働する作業船としては、日本では福岡県大牟田市三池港で活躍する蒸気式機重機船、大混合丸に次ぐ古さと思われ、長い稼働期間は世界的にもあまり類を見ない。 ありがとうございます。